恐れを感じてしまう生き物についてお話しします。世界最大級の爬虫類、ニシキヘビです。体長は3から6メートル。今までに見つかった中で最も大きなものは長さ10メートル、体重100キログラムもありました。このように巨大なヘビたちは一体何を食べるのでしょう。ニシキヘビ科のヘビは毒を持っておらず、発達した筋肉を使い獲物の体を締め付けて殺します。獲物の体に巻きつき締め殺し、その後丸ごと飲み込みます。興味深いことに、樹上生活を送る緑ニシキヘビはとても長い歯を持っていて、獲物を飲み込む間、獲物の体重を支えておくことができます。サル、カンガルー、さらには野生の豚や鹿に襲いかかります。またヤギや子豚といった小さな家畜類もニシキヘビに狙われやすく、このためニシキヘビは多くの地域で害虫として駆除されてきました。ニシキヘビ科の中でも少し変わった存在が、オーストラリア北部に生息する黒い頭部が特徴的なズグロニシキヘビです。ズグロニシキヘビはヘビやオオトカゲなど爬虫類のみを餌とします。ニシキヘビ科の例に漏れず、この種も毒は持っていません。もちろん狩りの相手の中にはコブラ科のタイガースネークのように猛毒を持つものもいますが、これらの毒はズグロニシキヘビには作用しません。2015年6月14日、南アフリカのエランド湖動物保護区で起きた出来事が多くの人々を驚かせました。サイクリングをしていた一人の観光客が珍しい形のニシキヘビを見つけました。しかしよく見るとそのヘビは何か様子が変でした。気づいた時には離れた場所にいたのですが、好奇心が恐怖心に打ち勝ち、彼はニシキヘビに近づくことにしました。そのニシキヘビの腹部は恐ろしく膨れていました。形からしてとても大きなもののようです。いろいろ想像するうちに男性は恐ろしくなってきました。彼はすぐに保護区のレンジャーたちに知らせに向かいました。この地域では通常ニシキヘビはコブイノシシなど中型の動物を狩りの対象としています。体重22キログラムもあるアンテロープが飲み込まれたという目撃情報も記録されています。しかしそれから1週間も経たない6月20日、このニシキヘビは襲う相手を大きく誤ったことが明らかになりました。ニシキヘビの体内から体重 13.8 キログラムの大きな山嵐が見つかりました。ニシキヘビの消化管は山嵐の鋭いトゲが刺さり、ひどい損傷を受けていました。しかも痛ましいことに、このヘビはすぐには死ななかったようでした。数日の間周囲を這い回り、岩の段差から落ちた時にやっと死んだようでした。ニシキヘビが飲み込める獲物の体重はせいぜい20から40キログラムです。長い長い歴史を通して人間がニシキヘビの犠牲となったのはほんの数例です。しかも他の種のヘビに関しても、攻撃をしてくるのは威嚇や挑発行為を受けた場合のみです。ニシキヘビは一度大きな獲物を丸飲みにすると、数週間あるいは数ヶ月間も何も食べずに生きることができます。記録に残っている最長期間は実に1年半です。ニシキヘビは決して攻撃的な性格ではなく、むしろ穏やかとさえ言えます。相手が攻撃をしてきた場合、ニシキヘビはシャーッという威嚇の声を上げて噛みつき、かなり深い傷を負わせることがあります。またアフリカに住むボールニシキヘビは危険を感じると頭を中に隠しながらボールのように丸まります。これはあまりに単純な護身術のようですが、実際のところかなり効果的です。ちなみに先ほどの山嵐を丸飲みにしたニシキヘビについて少し付け加えます。研究者たちによると、山嵐がニシキヘビをはじめ他のヘビに襲われるのはそれほど珍しくないといいます。多くの場合このケースと同じようになるそうです。山嵐たちが長さ40センチメートルにもなる針を背負っているのはあながち無駄ではないようです。ニシキヘビは印象的な大きさにもかかわらず、おとなしく毒も持っていないため広く飼育されています。皆さんはいかがですか？ニシキヘビをペットにしてみたいですか？さて今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまた次回お会いしましょう。